こんにちは、マサン6494です。今回は北海道札幌市南区の札幌湖付近で小学2年生の池部作也さん7歳が溺死したことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2021年の6月12日午後1時半ごろ、北海道札幌市南区の札幌湖付近で男性から川で釣りをしていて子供の姿が見えなくなったと消防に通報があったと。警察と消防が捜索したところ、午後2時半過ぎに小学2年生の池部作也さん7歳が水面に浮かんでいるのを消防隊員が発見し救助したと。病院に運ばれたがその後死亡したということですね。警察によると作也さんは家族4人で水遊びに来ており、水深の浅いところで足をつけて遊んでいたところ、父親が目を離した隙に溺れたということで、警察は作也さんが溺れた時の状況について調査しているということです。でですね、客観的な意見としては、人が溺れる時は助けてとは言わず静かに沈んでいく。昔川遊びをしている時に近くで遊んでいた家族の子が急に水面からすっと消えたことがあった。バシャバシャ音を立てることもなく助けを求めて叫ぶこともなく、ただ消えるように沈んだ。という意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、川の事故がすごく多いなっていう印象がありますね。今年、また去年、すごく多いなっていうイメージがあります。海の、水の事故ですね。すごくコロナウイルスの関連性もあるとは思うのですが、すごく、遊泳禁止とかのエリアとか、あと子供たち同士で遊んだ事故とか、そういった事故がすごく多かったんですけど、今回は家族で来ていて浅瀬のところで遊んでいてっていう話で、すごく注意して、遊んでいたと思うんですけど、すごく浅瀬なところでも足すくわれてそして溺れた時とか、そういった瞬間とかってやっぱり初めての経験なので、どういった対処をしていいのかわからないで、声も出せないで、溺れちゃうということが起きてくるので、すごく本当に注意が必要だなって思いますね。だから川で遊んではいけないっていう決まりとか、そういったルールとか作ってしまうと、やっぱりいい面もあるし悪い面もあるんですけど、やっぱりプールでは監視員が常にいるということで、川とかそういったところにもつけてもいいんじゃないかなくらいな気持ちはすごくありますね。ただそれに対してコストとかかかってしまったりとか、川遊びは自己責任って言われたらそれまでなんですけど、すごくこれからっていう若い、まだ小学2年生の子が亡くなるのはすごくって考えてしまうところがすごくありますね。はい。ということで、今回は北海道札幌市南区の札幌湖付近で小学2年生の池部作也さん7歳が溺死したことについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張って
張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。